賢者の食卓。やったー、やったー、何それ何それ、無理にテンションを作ってます。はい、ありがとうございます。さあ今回も皆さんにおすすめ裏技をどんどん紹介していきたいと思います。やすこちゃんもよろしくお願いします。そして今回も裏技ディレクター、うん、アネさんにサポートしていただきます。よろしくお願いします。7月末ということで、うん、夏休みシーズン突入ですね。夏休みだ。宿題は計画的にする派ですか？終盤まで溜め込む派。溜め込む派ですね。溜め込んで、あの、なくしたって言ってましたね。親に、ない、ないって言ってたことがありました、ね。自由研究とか何かやったりする？自由研究はトマトを四角く作れるっていうキットがあって、四角いトマトを作ってたことがありますね。そんなことやった。そうです。面白い。三宅さんは何かやってましたか？僕は図工でなんか、はい、あの何、ああいう粘土で車作ったり、はい、男の子ってそういうの作ってましたね。船作ったり車作ったりとか。そこで今回は夏休みの自由研究にぴったり、うん、裏技科学実験スペシャル。いいですね。子供たちも見てるから、はい、最初の裏技実験はこちらです。ここに水が入ったポリ袋があります。はい、やすこちゃん、これを頭の上で持ってください。怖すぎる。よくない気がする。なんかしたんなら謝るから言って。さて、私のポケットに入っているのはこちらです。先がよく尖った尖ってるね。やすこちゃん、何するか分かります？当てていいですか？刺して、うん、ブシャーってやって、はい、みんなで嘲笑うでしょ。じゃあちょっと行ってみましょう、はい、さあ、やすこちゃんの持ってるこの水の入ったポリ袋に鉛筆を突き刺したいと思います。いきます、せーの。絶対失敗だなんで知らねえよ、こんなの。何が正解なの？ごめん、ごめん。あれ、おかしいな。かぶせるなら顔にして。おかしいな。そんなことなかったのに嫌で。通常だとあのやすこちゃんが裏技潰しなんだけど、今日はけんちゃんが裏技潰し。さあさあ、気を取り直して。お待たせいたしました。うわ、怖すぎる。待って。いきます。あれ、かすった。え、落ちてこない。あ、ダメだダメだダメだ。ダメだって聞こえた。気づいたら水でびちゃびちゃだ。はい、実はね、水の入ったポリ袋に鉛筆を刺してもなんと水がこぼれないっていう不思議な現象を紹介したかったんです。すぐ分かっちゃった。一回練習していい？やすこちゃんじゃなくて、ね、いくよ。はい、おお。で、垂れてません。ほら、本当はこうなるはずだったの。全然足りないでしょ。他のうちに全部取って。足りない。すごい。足りないでしょ。ポリエチレンの袋なので、はい、刺した瞬間にそこに摩擦熱が生まれて、鉛筆の周りのところがキュッと縮まるんで、こぼれなくなるっていう科学なんですよ、これ。すごいぞこれ。なるほど、六角形じゃなくて丸い方がいいかも、ケンちゃん。めっちゃうまくいってますよ。六角形じゃなくて丸いからか。見てると、そうね、丸い方がうまくいってる気がするね。おー、すごい。まあ、一応コツとしてはね、はい、ポリ袋はピンとこう張った状態がいいみたいです。あと鉛筆はあんまりビビらずにスッてまっすぐ勢いよく刺すのがいいようです。やってみてよ。どうぞ。いいんですか？やって。ありがとうございます。やってください、ぜひ。確かに丸い方が良さそうだな。ケンちゃんどう？やっぱり思いっきりが必要。うん、ある程度は。でもゆっくりやってたって全然。あ、でもこれダメだ。もう一度か、今泣いた。ここが。あ、でもすごい。なんで刺さってたの？1、5、6、6本ぐらい刺さってた。俺もう綺麗。すごいな。あれ、いつの間に4本？謎のセンスがあります。おぉ、ここ怖い。あ、いや、あんまり調子こいてやるとね。すいません、すいません。さあ、では10本連続刺さるかチャレンジしてみよう。はい、あ、ごめん。はい、ケンちゃんまず1本成功。2本目も成功です。持ってきます。あ、
3本目成功です。5本目セミマスに、不思議だよね。不思議です。不思議な絵だよ。貫通させるの難しいですからね。貫通させてるのちょっと面白くない？面白いです。不思議な感じがして、もはやアートだよな。アートです。7本目頑張ってくれ。うわ、近いか。おー、いけたー。おー、見てる人は分かんないけど、こっちは超盛り上がってます。あ、なんかも9本目、いけいけ。おお、いってるいってる、すごい。あと1本だ。さあ、10本で世界新記録です。あ、ここら辺くん、ドキドキ、カツしろ。へっほー、うわ、頼む、これ、言ってくれー。やったー、10本大成功。すごい、すごい絵だよこれ。おもろいね。全く水がこぼれていません。10本とも貫通してるのに。そうですか、頭の上で。すごいすごいね。これがやりたかったんや。そうそう、いいよ、刺してって。まだいっていいですか？いけるよ。いきますね。あの、伸ばしてっていうか、いったら、ちょっと待って、こっちも。おー、いい、思い、君、思い切りがいいね。ありがとうございます。いい、よかった、褒められた。どんどんいっちゃって。ちょっと、腰下からいっちゃっていいですか？すごいことが起きてる。これ、小学校でやったらもう王様になる。はははは、アートだな。どう？いいね。いいですね。すごい。これをなんかさ、分かち合いたかったんだけどさ。人の目でやるな、こんなことは。